こんにちは、土の子です。今日は4月27日、バチトレセンター練習台から行ってみましょう。さあ、今日の練習台は 64DD。 発売した1999年といえば、恐怖の大王が来るって予言があったっす。ノストラダムスの大予言だね。じゃあ練習スタート。まずは真ん中に爆弾をやる。ポン。もう一度同じとこ。ほい。ポン。弾いて、どうしようかな。これは奥にやるか。奥にやって、ちゃんと移動してくれるかな。コロ。ポーン。嘘でしょ。マジっすか。バランス取っちゃった。これはちょっと奥やってもダメだと思うから、いや奥やった方がいいか。どっちにしろ取れないね。合体した64が取れないわ。あそこでね、落ちてればちゃんと取れたと思うんだけど。7枚、どうでしょう。ほい。あー、明日0枚スタートだ。そういえばこの台ね、ゆうやさん、ざいさん、ヨメンくんが教えてくれたように、この右側のね、出っ張り部分を押すとよかったんだね。じゃあやってみようか。これ真ん中のバッチを教えてくれてる人いたけど、ヨッシーのゲームなんだね。聞いたことないゲームだった。さあ行きましょう。出っ張りを押していく。うん、オッケー。出っ張り押しゲーですね。はい、3枚ゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ行きましょう。はい、押していく。さあここで緑のやつに何にてかかるのかな。ほい、どうでしょう。おお、いったいったいった。4手コンプですかね。やっぱり出っ張り押しが正解でしたね。4手でコンプすることできました。さああとまたね、やってない台多かったけど、まあ、ハンマーでちょっと気分爽快いきましょうか。せーの、ポーン。ずるずるずる、いいぞ。さあラスト、ほい、いっちゃえ。ドドーン。1枚も落ちないのやめてほしいな。もうちょっと滑ってほしかった。はい、6枚ゲットですね。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。ブラジル支店の人、聞こえますか。南半球は季節が北半球の逆、クリスマスが夏だったり。そういえばトイレの流れる回り方も逆なんじゃなかったっけ。なんかそう考えると不思議だよね。日本はね、きちんと四季があってとっても恵まれているんだなって思いますね。はい、今日の練習台はね、今日は、ね、Nintendo64DD の台が来て、 DD 本体の方がね、落ちるかなと思ったんですけど、最後ね、踏ん張ってしまって、まあ、後手でね、ちょっと 64DD の合体の方が残ってしまいました。そして本番台の方はね、真相台が来て、あのポッチにね、スティック当てるとうまくいきますよというアドバイスをみんなからもらって挑戦してみてね、緑のやつで2手使わずに4手でね、コンプすることできました。今日はね、ほとんどの台が本日終了マークがついてたので、明日の新台は結構大規模なイベントやるんじゃないかなと思います。カービィの25周年記念があるみたいだから、もしかしたらカービィの台がいっぱいね、登場するんじゃないかなと思います。ということで、また明日もね、楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。